ずっと固定してる理由っていうのは何かあるの？やっぱあそこが好きでしょうがないでしょ。あの一番そういうあのってことはやっぱりもう東京の雑踏に入るとやっぱどこか心が変になってしまうのを何とかじゃあ予感できるのね。そうだ、もうピュアでいられるからできるだけもうあの、うん、そういうとこにもう自分から行かないように。どうしてそうなっちゃったんだろうな、わかんないけどね。もそれが、うん、いやでも、うん、だから湘南はいいとこだよ。湘南はいいんだね、うん、俺湘南さ、すごい好きで、うん、俺なんか、うん、いっぱい。とりあえず5月にこっち来た時に、うん、ウェルカムで。あ、俺が帰った時、うん、じゃあ連絡する連絡するっていうか、あの、なんなら止めて。全然いいよ全然いいよいや、てかだからいや、家はあるんだけど、千葉なんだよね。いや、うちのあれも、会いたくん、会いたいって言ってるし。あ、ほんと？ちょっとマジで、俺の子供可愛がってあげて。それそうなの？こっちの人たち、やっぱ音楽すげえ身近だからさ。そうだよね。うん、なんか、やっぱ踊る文化だよ、があるんだよね、うん、で、日本も、多分ね、俺全然わかんないんだけど、あんま日本の歴史を。だけど、うん、日本も昔はなんか多分その、スイングジャズが流行った時代とか、あったと思う。ラテンミュージックが流行って社交ダンスみたいなのが流行った時代とか、多分キャバレーっていうやつでしょ、いわゆる。そうそうそう。それとかもうなくなっちゃったよね。そういう文化でもまた来てんじゃない？だそういう場所を、うん、今度俺たちは作りたいなと思って、うん、その100人ぐらいとか200人ぐらい入れるとこでいいから、うんうんうん、まあなんだろう、本当77ぐらいの大きさの、うん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 、あのそういうジャムができるダンスフロアだし、うん、社交場みたいなところを作れたらいいなって思って、素晴らしい、ねえ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 、これ知ってる？ちょっと見したいもんあんだよ。実は Music Lab at World Cafe Live is made possible thanks to generous support from Drexel University。 俺ね、こういう番組を日本でね、いつかやりたい。なるほど。これは司会者がいて、でその人がホテルバブリッジ、ホテルバブリッジをこうインタビューするね。